お元気ですか？谷村新司です。谷村はもう今日も、毎日散歩しながら好奇心いっぱいに過ごしております。さあ、気ままな一人語り、ラジテレ、一緒にゆっくり始めていきたいと思います。コーヒーでも飲みながら、紅茶でも飲みながら、お水でも飲みながら、ちょっとあったかい、日本茶でも飲みながら、ゆっくりとお楽しみください。さあ、それではゆったりと始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは、長所と短所。長所と短所。いいところと良くないところ。まあ、一口にいいところと良くないところって言い切れないかもわかんないですけど、みんなが一般的に思っていると長所と短所について話していきたいと思います。そろそろ、旅に出たくてムズムズしている方も多いと思いますけども、コロナが少し落ち着いたら何をしたいですかっていうアンケートの中で一番多かったのは友達とのランチ、そして2番目が仲間との飲み会、そして3番目には旅に出たいっていうのが入ってます。やっぱりそうだよね。人と会ってつながりを感じたい、そして旅に出たい。これって人間の改めて本能なんじゃないかなと思いますね。でもそう考えるとね、コンサートツアーって一緒に時間を共有しながら旅をしていく、まさに本能に一番根付いた即したものだと思いますよね。だからコンサートツアーって本能的なもんで人間には大事なものだと、谷村は今勝手に結論付けておりますけども、このツアーとか旅っていうこと、これを語っていくときにやっぱり僕どうしてもね皆さんに話したいなと思うのは、初めて日本の国を離れて、海外へ行ったっていうそんな旅、これが僕に、いろんなその後の人生観への、思いというか生き方へのヒントをくれました。